めています。さあ準決勝12レースは地元の言う1番井上が登場。今日は5番鳥取が踊ります。対戦メンバーです。まず1番は地元長崎の井上正明、2番は千葉の根田隆、3番和歌山四季尾拓也、4番岐阜湿地俊夫、5番岡山鳥取優吾、6番福島の渡辺幸典、7番京都山田久典、8番石川小島啓治、9番千葉山川里、以上9選手準決勝12レースが争われます。さあ地元記念4回目に向け一つの正念場は1番井上、5番鳥取マークとります。そして乗れている小島には出地中部が8番4番近畿は山田と四季尾が並んで7番3番千葉の連携は根田と山が2番9番福島6番渡辺短期の競争ラインは細かく割れます。発送します。準決勝12レースの発走です。まず号砲になりまして4番8番チームのたりが前からとなります。共にベテランです。岐阜の4番の湿地俊夫、石川8番小島啓治、チームがどうやら前です。さあここは3番手を取れるかどうか。地元1番井上正樹、その前は2番根田隆、根田と山賀正人の千葉の2人がどうやら中段でしょうか。井上正樹、5番鳥取優を挙げます。6番福島渡辺幸典、近畿は7番京都山田久典と和歌山3番の四季尾拓也、どうやら後ろからとなります。まずは4コーナーからホーム、中部が前段です。1次予選7番手、2次予選は8番手、豪快にまくりました。古豪復活の小島には食い下がった2次予選湿地の枠、8番4番です。そして値段には山賀がつけています。千葉の連携が2番9番5番鳥取に1番井上、自身4回目の地元優勝には今日は正念場5番鳥取は戻ります。シリーズは3着2本とまとめた渡辺が、まずはその後ろ様子見でしょうか。京都の山田には、今日は和歌山四季尾です。連日村上枠の四季尾を今日は山田に託します。レースは2周目から残り3周、第3周回です。10レースからは木暮と吉田が脱落、先の11レースは村上が脱落。流れは何か井上に向いた感じでしょうか。勝ち上がりますと4回目の優勝も十分井上、今日は鳥取マークを取ります。強敵は千葉の2人、2番根田と9番山賀、そして共に実力者は山田四季尾の近畿の2人、元気いっぱい小島啓治が前段です。小島と湿地の中部の2人、まずは近畿の2人、山田と四季尾が前を切ります。それに鳥取か井上渡辺乗り換えます。根田の方は一旦下げます。小島の方も下げます。まず山田が抑えまして、その上からさらに鳥取が抑えます。鳥取井上を抑えまして、渡辺がどうやらその後ろか。根田隆は8番手、そして8番の小島啓治は現在4番手上から。さあ小島が今度は叩きました。小島が叩いていきました。小島が叩きました。根田隆が現在5番手。さあ根田が今度は外から行きました。5番の鳥取反応が遅れた。外から2番根田、根田が行きましたが、5番鳥取優吾が叩きます。小島啓治を叩きました。鳥取優吾、マークは井上咲、7番山田久典、3番の四季尾拓也、近畿勢が乗り換えにコーナーカバック、先行は鳥取優吾です。番手井上咲、3番手山田久典、4番手四季尾拓也、5番手上から6番渡辺、まくって3コーナーカーに攻めた。2番手シャガを切った1番の井上、さあ逃げる鳥取優吾、番手から井上咲、7番山田一人、中尾3番の四季尾拓也、井上山田四季尾、この3名でしょうか。鳥取はわずかに残れませんでした。番手から井上、追走山田、3番手は四季尾、1番7番3番体制でしょうか。井上が準決勝1着で決勝に進めました。7番山田追走2着、四季尾が3着でしょうか。1番7番3番準決勝12レース決定まではしばらくお待ちください。はい、今12レースが終了しましたけど、ね、地元の井上選手
そうですね。まあちょっと小島足ためていった方が良かったってね、皆さんそうやって予想されてたと思うんですけども。はい、決定。1着1番、2着7番、3着3番。お客様に第12レースの払い戻し金をお知らせいたします。枠番2連勝複式1号1500円、枠番2連勝単式1号1800円、車番2連勝複式1番7番2240円、車番2連勝単式1番7番3260円、3連勝複式1番、3番、7番、1050円、3連勝単式、1番、7番、3番、6530円、ワイド、1番、7番、660円、1番、3番、